腹筋で飛ばす方法とは。腹筋で飛ばす、トップからダウンで体が起き上がる、お腹が伸びてしまう方ですね。お腹に力を入れてこのクラブでこう押さえつけるように押すような、こんなような練習をしていくといいと思います。で、もう一個がね、このおすすめがこうバランスボールをこのように椅子の上に乗せて、このように押してみる、ぐーっとですね、なるべく反動をつけないで時間をかけてね押していくと、お腹にこう腹筋に力が加わるということがよくわかります。で、ここがダウンスイングで行われなきゃいけない、腹圧をかけて腹筋に力を入れて切り返すことへの、ことへと連動していくということですね。ここのダウンスイングのこのポジションが非常に重要になってくるんです。お腹が伸びてしまうとこのバランスボールを潰せません。腹圧をかけて、そして左の肩ですね、肩が浮いてしまってもこのバランスボールを強く押せません。左肩浮かせないようにして腹筋に力を入れて押していく。そうすれば下に腕が引き下ろされるんですね。このように肩が浮いてしまっては引き下ろせませんので、ここで体重を乗せていく。そしてこの右の脇腹も縮めていくことで、腕がこう下に引き下ろされて最後に上に抜けていく。ここまでが腹筋で意識する感覚になります。体が浮き上がる方はここでバランスボールを強く押す、潰すことはできません。ここでですね、この状態で腕を振っていけばボールを強く潰して押すことが可能になるので、飛距離そして方向性ともに安定するということになります。まあ、そもそもね、腹筋を意識できない方っていうのが多いので、まずは腹筋がどのようにスイングと関連していくか、まあ、要はダウンスイングですね。トップからダウンでどのようにして腹筋が腕の動きとか体の動きとかと関連していくか、そこが分かるようになるためにもですね、このバランスボールを使って練習する、それが重要になってきます。そして腹筋で飛ばすまとめですね、体が伸び上がらない、そのためにはこのようにバランスボールを押す練習を、上から下に押す練習をしてください。それからゴルフスイングのようにこう右側ですね、ここを押す感覚ですね、その時腹筋、左の肩ですね、ここを浮かないようにしていく。このように浮いてしまうとお腹が伸びてしまいます。上から下へのプレッシャーをかけれるかどうか、それが腕を鋭く振るということにつながります。右の脇腹もこのように縮めて最後に腕を振ると、ここの部分ですね。そうすれば上から下に鋭く腕が振れる。下半身と上半身の架け橋として考えていく腹圧をかけた腹筋の動き、練習をたくさんやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画そして YouTube ライブ見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。